蔵書点検とは、図書館資料の有無や、その廃棄地について、実地において、現物を持って確認する図書館業務。一般企業の資産の棚卸しに相当する。古くは幕書と呼ばれ、現在でも幕書と呼ぶことがある。蔵書点検は、以下の目的を持って行われる。館内の資料すべてに対し一度で、蔵書点検を行う場合は、年間で、 最も利用者が少ない時期を連続した休館日とするのが良いとされている。これは監視により異なり、公共図書館であれば4月頃が学校図書館や大学図書館のような学生が多く、利用する施設では夏休みや3月末が最適な時期とされている。他方、休館日を設けずに継続的に行う方法もある。一般に休館日を設けていった方が効率が良く、 廃会地の是正を一度で行えるメリットが全社には存在する。しかし、結局のところ、職員数と蔵書数に大きく左右され、大規模図書館では校舎を選択せざるを得ないところも存在する。バーコードリーダーやコンピュータが導入されていなかった時代の図書館では、蔵書点検は図書館員総動員の一大イベントであった。コンピュータが導入された現代の図書館では、 バーコードなどを読み取ると、電子的な目録との付き合わせを自動で行うため、時間の大幅短縮はもとより、作業の正確さも向上している。また、行方不明資料リストの作成などもコンピュータが代わりに行う。ありがとうございます。